ま、どうせそんなことだろうと思ったよ。どうしたの？さっきお前にボコボコにされたからな。ちょっと横になる。唯一無二の。とうとう悟ったようだな。だからそっちには行けねえんだよ。どこへ行こうがお前にとってのどこかなんてない。何今の音？ヤト、どうしたのヤト？これはやっぱり休んでたんだ。ヤト、しっかり。ヤト、どうしよう。これが休み？こんなのもずっと抱えていたの？どうしたん？ヤトは耐えていたの。ユキネ君が悪さをするたびにヤトはこんな苦しい思いを。それでもヤトはずっと耐えていたのよ。でも私もちゃんとユキネ君を止めてればよかった。ごめんね、ヤト。あなたも来なさい！ヤトを助けて！お願いします！ヤトが死んじゃう！ありゃ明日の朝まで持たねえぞ。しっかりしてください！ヤトさん！ヤトさん！リーナに知られていたら襲われていた。まあどんな借りがあるか知らねえが、これで新規が3人揃ったな。いや、この様子では。これは相当かかるぞ。ヤト、聞こえているか？ユキネの名を取って破門しろ。こんなに重篤じゃとても持たない。急ぎとは身をそぐこと。これは神器が境界線を使って行うリンチを。リンチって、なぜこれ。さもないと。まずい、あやかしに転じる。名前、あいつの名前呼んでやんねえと名前が消える。あっちに行ってしまう。名前ユキネ！確かにお前はもう死眼の人間と対等に関わることはできない。だがユキネ、お前には人の名を授けた。だから人として生きろ。生きるんだユキネ！